アグリクモ号機関車保存されているアグリクモ号機関車1型はかつて日本統治下の台湾総督府鉄道に所属したタンク式蒸気機関車で台湾における1号機関車である。元は新国政府がキールン台北間鉄道の建設のため1887年にドイツのホーエンツォレルン機関車製造から2両を輸入した車軸配置0から4から0。 二気筒単式の方は式、小型ウェルタンク機関車である。番号は1、2で、1号機にアグリグモ、2号機に漁風という愛称が付されていた。携帯的にはドイツ流のスッキリとした携帯の機関車である。煙突は当初単純なバイプ型であったが、火の粉の飛散対策として、1906年頃にはダイヤモンド型となっていた。1895年、 日清戦争の結果、下関条約により、台湾が日本に割譲されると、日本陸軍がこの鉄道を接収し、さらに1899年には、台湾総督府内に鉄道部が設立され、本形式もその所属となった。1900年には、台湾南部の各、台南間に鉄道が開業し、台湾総督府鉄道は南北に接続しない、鉄道を保有することとなったため、 1902年に整理のため北部に所属する機関車には偶数番号を南部に所属する機関車には奇数番号を与えることとなり北部に所属した本形式はそれぞれに4と改版された。しかし重間線が全通する特別をする意味がなくなることから1908年の全通に先立つ1905年に再度改版を行い、両機は 9番号に服した。配置は、一時期一両が南部の所属になったものの、1917年までは、ほぼ一貫して台北の所属であったが、その後は、内栗、大中キールン、カヨと目まぐるしく移動を繰り返した。最後は、昭和と高尾の配置で、1924年に廃車となった。その際、1は台湾の1号機関車であることから、9号機関車と、 共に記念物として台北博物館に保存された。その後、そのまま台北新公園内に保存されており、2003年にはガラス張りの専用保存館に移され、現在もその姿を見ることができる。また、2009年3月にはアグリクモの実物大レプリカが中国石紅省杭州市の工場で製作された。これは台湾での運転に備えたもので外観ばかりでなく、 蒸気機関の気候まで復元したものである。ありがとうございます。